日本の領土である尖閣諸島付近海域へ中国公船が連日のように侵入を繰り返しています。この事態には多くの人が危機感を覚えていると思われます。また、中国が行ってきた南シナ海での人工島建設を見ていくと、その戦略も分かってくるようです。ただ、人工島のこれまでの経緯を参照しただけでは役に立ちません。というのは、それはすでに各国がシミュレーションしたものだからです。中国が今後も同じようなやり方で上陸してくるとは考えにくいのです。では、果たしてどのような作戦が考えられるか推理していきたいと思います。2020年7月、以前にも増して、尖閣諸島周辺海域で、中国海警備局所属公船が、日本の漁船の操業を阻害する行動が多発するようになりました。対応する海上保安庁の巡視船による監視も、緊張の度合いを高めているようです。以前から、尖閣諸島を領土と主張する中国は、周辺海域への侵入を繰り返してきました。それが激しくなってきたのは2012年以降です。2012年、平成24年、当時の東京都知事石原慎太郎が、尖閣諸島を都で購入することを決定し、所有者と話し合いを行い、合意に達しました。しかし、これを知った中国が、当然のごとく反対したため、国有化することにしたのが、当時の野田佳彦総理でした。前年の東日本大震災からの復旧も、まだまだなのに、国防のためとは、いえ、巨額予算を、尖閣諸島購入に振り替えたということに釈然としない思いを抱いた国民も多かったはずです。それらの金を復興経費に充ててくれればと。まあ、言い出したのが、あれほどの大惨事を天罰だと嘘吹いた石原慎太郎ですからね。過疎化の進む東北なんか投げ捨てておいて、自分のいる場所だけを大事にすべきという心情だったのでしょう。癌は九大。いずれにしても、尖閣諸島国有化が中国に火をつけたことは間違いないでしょう。それ以来、中国公船が島の日本領海に隣接する接続水域に侵入してくる数が激増しているのです。過去最多件数だった2019年を更新する勢いです。中国政府は、尖閣諸島は自国中国領だから、その周辺海域での日本漁船の操業は認めないという立場を7月の頭に明らかにしました。これは、今までの単なる示威行動から実効支配に向けた方針の変換とも受け取れる行動です。軍事大国として世界に名を馳せるようになった中国ですが、アメリカとの間では貿易戦争が激化していますし、武漢が発生源と言われる新型コロナウイルスの世界的流行、香港への弾圧支配を法的に強化してきていることはご存知でしょう。その勢いを買ってか、中国は、尖閣諸島に対しても、以前よりずっと強硬な姿勢を強めてくるものとみられているのです。その根拠の一つが、中国海警備局の立場が変わったことです。以前は、国家海洋局の管轄下に入っていたのですが、2018年人民解放軍同様、中国共産党と中央軍事委員会の下に移管されたのです。それまでの中国海警備局は、日本で言えば、海保に相当する警察的な保安組織という色合いが強かったのですが、管轄が変更されたことで、アメリカの沿岸警備隊と同じように軍事組織に再編されたと言えるでしょう。つまり、軍事組織の一つになったと、判断して良いと思われます。
こうした中国海警備局の軍事組織化を表す行動がありました。7月1日から5日にかけて、南シナ海の西砂諸島で、同組織の艦艇と中国海軍艦艇による合同軍事演習が実施されたのです。アメリカメディアによれば、この合同軍事演習には、中国海警備局艦艇と中国海軍所属の071型揚陸艦などが参加したとみられると報じています。中国の南シナ海の支配権を強めようとする狙いが伺える証拠とも思われます。また、中国海警備局が配備する艦艇も、海軍同様に数が増加していますし、排水量の大型化や重武装化も著しいのです。実際、2015年、平成27年から就役した12000トン級は、全長175メートルという大型で、76ミリ砲を実装しています。中国内部でもこういった艦艇収益によって、中国海警備局は、第二の中国海軍であると唱える声も多くなっているようです。海保最大の敷島型は、約7175トン、150メートルですから、比較しても大きさがお分かりでしょう。ことに、兵装に関しては、敷島型は、唯一、二連装の35ミリ機関砲を備えるだけですが、中国海警備局の12000トン級は、大口径の76ミリ砲まで備えていますから、正面から対峙するような武力は持っていません。中国との差を心配して、海自艦艇を投入すべきという声もありますが、日本が先に軍艦を投入してしまったら、相手に進出する口実を与えかねないと、慎重に行動すべきという意見も多いようです。ちなみに、中国海警備局と海保の保有する大型艦艇の数ですが、2012年まで、は日本が少し上回っていました。しかし、2年後の2014年には逆転され、2019年には、その差は約2倍にまで開いてしまったそうです。建造都市を見れば、この時、日本には、軍備に回せる予算の余裕がなかったという理由がわかりますよね。海上保安庁も、敷島型の黎明、竣工等を就役させ、尖閣諸島周辺海域の警備強化に努めていますが、中国海警備局の行動拡大の速度には追いつけないようです。海上自衛隊はいざとなれば、敵艦を攻撃して撃沈する兵装を備えていますが、海保の目的はあくまでも海上警備です。残念ながら、海上保安庁の艦艇では、兵装の質をもってしても、数の不利を覆す効果は期待できないようです。そんな中、2018年3月には、陸自新部隊となる水陸機動団が編成されました。長崎県佐世保市に、2つの連隊を持つ部隊として、尖閣諸島を含む南西諸島の島嶼防衛を担うものと推測されます。歴史的には、旧ソ連崩壊まで、日本が軍事侵攻とすれば、北方領土に続く北海道と見られていました。陸上自衛隊は、創設時から、この地域の防衛を重視した編成を行ってきたのです。今回の水陸機動団の新設は、北からの脅威ではなく、太平洋方面に向けて、進出が企図される中国軍に対し、南西諸島を占拠される事態を想定、奪還を目指したものでしょう。水陸機動団を置ければ、有事の島嶼防衛機能は、抑止力が強化されたのは明らかですが、そもそも、上陸を未然に防ぐ対策が必須と思われます。海上保安庁の職務性質上の限界や、上陸、占拠された後の奪還を考慮した対応を考えると、この動きを担うのは、制海権と制空権を確保するための戦力の整備という意見があるようです。
となると抑止力として有効なのは、攻撃型潜水艦とステルス戦闘機と見られますが、一国だけで対応するのではなく、中国の進出に危機感を抱く国々との政治的、軍事的な連携をもっと進めることも考える必要があると感じます。同時に、対中国のパートナーとしての台湾も視野に入れて、外交も進めていく必要があるのではないでしょうか。中国海警備局と海上保安庁の保有する大型艦艇、艦艇の数は、2012年まで、日本が若干上回っていたものの、2014年には逆転され、さらに、2019年には、その差は約2倍にまで開いてしまっている。海上保安庁も、先の四季島型の、黎明や、竣工等を収益させて、尖閣諸島周辺海域の警備強化に努めているものの、中国海警備局の拡大のスピードには、到底太刀打ちできないだろう。いざとなれば、敵艦を攻撃して撃沈する兵装を備えた海上自衛隊の戦闘艦とは異なり、あくまで海上警備を目的とする海上保安庁の艦艇では、兵装の質で数的不利を覆すような効果は期待できない。尖閣への中国公船侵入が連日のように続いている。これは誰もが危機感を感じているだろう。また、南シナ海での人工島を見ていけば、その戦略が見えてくる。ただ、人工島のこれまでの経緯を参考にするだけでは、それはすでに各国でシミュレーション済みだからだ。同じようなやり方で上陸してくるとは考えにくい。では、どんな作戦が考えられるか考えていこう。